さあやっていきます。第6話帝都大崩壊その1でございます。どうもアザラシです。桜大戦の実況もねどんどんやっていきたい気持ちは山々なんですが、ちょっと忙しくこれからあの期末に向けて忙しくなっておりましてですね、ですってですね、ちょっとあのこれから上げられないかなと思っております。8月の中頃ぐらい、8月の8ぐらいまで上がんないんじゃないかな。ちょっと忙しいです。8月7ぐらいかな、うん、忙しいですので、あの上がるのはちょっとタイミング上がるそのスパンは下がっていくかなとは思いますね。別に仕事じゃないんだから好きにタイミング上げて好きにやればいいんですが、しかしまあそのなんだろう、まあゲームは本当はしたいし、あんまり開けすぎるのも良くないなと思うんだけど、最近如実にそのちょっとあのかんばしくない状況がねあんまりできてない、勉強がっていうことなんで、少しあの少年入れ直してがっちりやって、それで意気揚々と安穏とねのんびりと実況できるような状況になを作ってまた戻ってこようと思います。ちょっとねあの踏ん張りどころなのでね。ただまああの桜大戦の実況はこれからこの帝都大崩壊はなんとか終わらしたいをやりたいすごく気になるんでこれをやってからね、次ちょっと気になるなっていう、まあ、自分が気になってるから気になってる人は気になってるままで程度大方向までいかないのもいいかなと思うけど、まあまあそれはやらせてくださいやらせてください。自分が気になってるのは気になる、ただあの焼きつくはね1週間に1回ぐらいかぐらいのペースであげられたらと思います。焼きつくの方はね、これは焼きつくの話は桜大戦でしない方がいいか。椿に声かけるよ俺は。常に椿ちゃんのことをこう気にかけていく。椿ちゃん、あれ椿ちゃんって言ってる、さんじゃなかったっけ、かわいいな上がりです。かわいいよな、一番かわいいわ桜大戦のあのなんかシリーズの中で、いや2番目かな、いや1番かな。おっと食事したことっていいですかそういうのあったよな、あったよな、どうしたの。あー残念ですね、急にナンパ値が今上昇したな。さあ、ちょっとあの未来の話しちゃいけんわ、ナンパ値が上がってしまった。かわいい、そうか、また今度それじゃあお先に上がらせてもらうよ。あのブロマイド買わなくていいんですかね、ブロマイド買うのをなんか逃してしまった気がするんですが うるせえ人の恋人を邪魔するやつは、人の恋路を邪魔するやつは馬に切られてどうたらこうたら、なんて顔してやがる。別にいいだろう、ちょっと椿ちゃんを食事に誘うことぐらいは、付き合ってないんだから。なんだその目は別に うるせえ俺の話を聞いてくれ。何を申し開きできるのか、オオカミ。冗談じゃないよ。断られたからっていうのでもない。これしかないよな。しかし男は。今日は千秋楽で椿ちゃん特に忙しかっただろ、たまにはご馳走してあげようと思ってそれで声をかけたんだ。ふざけた気持ちじゃない、本気のマジです。あのマジで割と椿ちゃんが、おいいの別に今のでチャランポランな気持ちじゃないんです、椿ちゃんに対しては真剣なんです。たまには、え、なんだい、お鈍感系主人公か
顔出してくださいね。ありがとう、必ず行くよ。それでみんなどこに？サロンで、サロンに行こう。ま、何しても、さくらくんの機嫌が治ってよかった。それでも、ブロマイドを買いに、もう一回つばきちゃんに会いに行こう。でした。いやー、かわいいな。なんかこういう、なんかこういう地味な子が好きになる傾向がある。自分でもよくわからねえ。ちょっと、ちょっと待って。まあ、連打するともう一回戻っちゃう。多分ね、アイテムで今あるブロマイドが変わるんだ。サクラ、コーラ、マリア、カンナがないんかな。カンナのブロマイドいる？まあ多分これこう借りるときには全部買っとかないといけないね。どれだろう、これか、あ、これだ、買っとこう。強そう、トレーディングカード感ある。はい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 、今のタイミングでチャリンって落としてほしいな。ムフフ、こういう反応、こういう反応が好きなんですな。喋れない。ほなね、ほなまた。かわいい、かわいいものにかわいいと言ってしまう性質が、可愛いものに対しては可愛いと言わなくてはいけないんじゃないかなというふうなことを最近思う。言えるのっていいよね。なんつったらいいかな。そういうの言わないようにしなくちゃ、慎むけど、そういうのをこう気軽に言えたらいいなって思う。なかなか言えないね。何を急いでるんだい？なーにを急いでるんだい？ほー。俺も手伝おうか。それは当然こう言うね。一緒まで、一緒にロビーまで。たたたたたたっと。なるほど。今だったら、館内放送とかあるけど、昔の時代だったら館内放送とかもあんのかないのかよくわからんな。なんだこれ？ゲームか？ミニゲームかこれ？ミニゲームですか？こんなのあったっけ？みんな、お姉ちゃんたちに名前を。知恵、あゆみ、としえ、ゆうすけ、けいすけ、あきひこ、きよみ、たけし、とおる。うおっと、厳しい。頑張ろうぜ。としえ、あっとろう。けいすけ。と。トールはわからん、こいつかな。青色の服を着てるの二人いる。帽子をかぶって、あ、これは難しいぞ。俺の短期記憶能力を見ておけ。ケイスケ、アキヒコ、ミマタ、マキス、マキマ、マキマ、ミヤタ、マキマ、タケシ、これか。帽子かぶっとらん。まずいまずい、これだ。こう、まさみ、こっちだ。まさこだぞ。とてもだ、こっちかい。これはいい、まさこちゃん、こっちでしょ。きよみ、こっちか、あっち、こっちだ。違う。ダメだ、俺の短期記憶能力はもうなくなってるようだな。頭が冴えてね。俺がもうちょっと頑張っていればすまないかんな。くっくー、力になれなかったのは残念だ。力になれなかったことがすごく悔いている。あろ、なんかあるね、またてれれれれ。おっと、どうした？不機嫌そうな顔してむしゃくしゃしてますの。
わかんねえ。舞台のことか？俺のことじゃないよな。俺じゃない。そこまで自意識過剰じゃない。その通りですわ。さすがしょい。お話が早いですわ。まったく米田のクソじじ。最近私に脇役ばかり当てて、人を見る目がまるでありませんわ。いや、そうは思わないね。すみれくんとは会話ができる。こう言っても多分、そんなに本心ではちょっとどういう意味かをね、聞きたい。本当は本心ではね、俺は舞台のことは素人だから偉そうなことを言えないけど、主役がいくら良くても脇役がいなければ舞台は成り立たないよ。鬼女だって立派な役だよ。しかもすみれくんにしかできない役だと俺は思う。よくわかりましたわ。私が間違ってました。脇役だって立派な役、翔尉のおっしゃる通りです。もちろんトップスター、帝劇のトップスターはすみれさんですわ。すみれさんも主役よりもやはり脇役の方がね、真の実力者って感じで、脇役がいいんですよ。脇役がね、主役ってのはなんかどうもいまいち、なんかこう脇役にいるからなんかこう好きみたいになる。俺が主役にしてやるぜみたいな謎。はあ、すみれくんとは会話が成立するようだ。ちょっとは舞台袖まで行ってみよう。何もないか。何もない。よし。よし。サロンに行く前にちょっと地下室を見てこよう。地下を整備してこよう。サクッと地下を格納庫に。しかし何もないか。プールとかないよな。シャワー室。更衣室、とりあえず更衣室覗いとく。舞台終わって。お？普通サロンに行くところが。キャー。更衣室の中か。さすがにガキンチョに対してはちょっと駆け込むのは無理です。あら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 。あら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 。大声出しちゃったの。なんでも、うちらはびっくりしたよ。いや別に。大人だったら入ってたかもしれない。ガキンチョだったから別にいいやっていう。ほなまた。見たかったかい？この桜田線実況を見てる初刑の方々は、アイリスの裸が見たかったですか？いや、俺はそうは思わない。いきます。桜くんだったらわからんかったな。何を言うとんじゃ。株がまだ下がってしまう。早いな、アイリス。あれか？テレポートか、これは。まあ、あなたも私の引き当て役としてそれなりに頑張りましたわね。なんとこの妖怪ババア、舞台の外でもこの全般にしてやろうかっつって。なんですって、舞台では脚本の都合上負けて差し上げただけですわ。これはもうね、カンナがガキですわね。カンナがガキ緊張ですわね。スミル君はこう言いながらも、ね、垂れてる。最有機の番外編や。脇役なんだから、そこはちょっとね、やっぱ 主役を買ってる人はさ、まあリーダーなんだからさ、ちょっと主役じゃなかった人に対しての目配せも必要でしょうということで、すみれくんに話しかける。翔尉、次回の秋公演はこの神崎すみれ主演の超歌舞伎、蛇女火炎地獄ですね。ああ、この配役決めとるやつが性格悪すぎるんじゃ。おお私は、あなたは私の獲物、逃がしませんことよ。いやー、俺も獲物になりたい。俺も君の獲物になりたいよ。バカなのか、翔尉さん。上がるのかよ。せっかく、人がアダルトな会話を楽しんでますのに。まあまあまあ、まあまあまあ。すでに桜くんに話しかけたことか。反省会をするんです。巨船反省会、宇都宮炎上みたいなさ。次は秋公演ですね。時間が経つって本当に早いですよね。え、そんだけ？なんかもっと身のある話しようぜ。身のある話をトークしようぜ。全然できねえ。カンナかな。9月7日。へえ。誕生日おめでとう。この場で言ってしまうその男前ぶりを。
あえてその日に何かしようっていうんじゃなく、もう聞いたらその場で早めに行っちゃってもう済ませちゃうっていう。は、20歳かな。よくわかんねえ。22かなって思ったけど。おお、おお、適当言っただけです。いや、適当言っただけです。おめでたい人ですわね。マリア、深川の一戦以来、スミとカンナの息も合うようになってきました。これも隊長のご指導のおかげですね。素直に喜ぶわ。照れ隠しにジョークっていう柄でもないし、謙遜されてもなんかね、タイの間でそんなギクシャクは必要ない。この花組はね、そういったあの上辺だけの。お、どうした、コーラン来ないかもしれない。うん、ほう、まうちのミスやけど、もう少しで完走やったのに、かわいそうなことした。元気を出せよ、しじみだって頑張ってるんだから。ああ、文章を飛ばしちゃった。戻れないんだよな。すみません。無駄に、なんかいい体調ぶりしてるな。はいはい。今度、ああ、ちょっと、お前か。適当に打っちゃったけど、まあいいや。今度死ぬか。正解正解。瞬間移動できるからな。人体実験されてしまうぞ、そんな。瞬間移動してたら。まあ、早い話が宴会や。おかみはんも来てくれるんやろ。祝い事は行さん人がおった方がええし。いいですわね。みんなで朝まで飲めや歌えの大騒ぎですわ。楽しそうだし、参加するよ。先はダメだぞなんて、そんな、ね。すみれくんは何歳なんだ。マイリスは寝かしつけとけ。ガキは寝かしつけとけ。あれ、スミレって結構若いんか、もしかして。作品の中でさ、あのプレイ、あのキャラクターが年を、誕生日とか迎えて年を食ったらさ、説明書とかに書いてある誕生日に、あの年齢とかもさ、ちょっと変わってくるからさ、めんどくさいよな。なんかあのキャラクターのプロフィールとかで年齢とか出てるようなね、ウィキペディアとかあったりするけど、そういうのも年齢変わったりするもんね。でも対象何年生まれなんて書くこともできないし、どうすんだろうな、そういう場合。独り言です。楽屋と食器か、ちゃんとこういう時裏方の周りに、裏方の仕事に回れる。こいつ楽な仕事しやがって。スミレを手伝うよ。いや、さっきの買い物につき合う。今、あの、過去に俺、あの、スミレさんで一度エンディングをやってるっていうのがあるので、一度クリアしてるっていうのがあるので、まあ、今回は桜くんの方に重点を置きつつ行こうかなと思います。お、ありました。載ってますね。取説には各員の年齢が。さくらくんは17歳、すみれさんは16歳ですね。16、若くない？すみれ16って若くない？26でもいいぐらいだよ。 16？ アイリスは9歳で、コーランが17で、みんなまだ20歳になってないですね。お酒飲めないですね。コーランですらこれには19歳と書いてある。へえ。ちなみに大神勝利は20歳ですね。20歳ですね。え、休業したんだい？夕立が来たら、私きっと、いえ、何でもありません。さくらよりもすみれの方が年下なんだ。知らんかったな。まあ、同い年っていうか、同じ学年ではあるんだろうと思うけど。まあ、大正時代に学年っていう概念があるかどうかわからんが。昔はなんか、あの、さくら大社のアニメで見たけど、お正月の時に一緒にみんな年が上がるみたいな、まあ、何歳みたいなやり方するらしいな。誕生日をその日にお祝いしたりとかしないとかなんとかなんかで見た。ということで、ここまでパート1でした。いい、こんなざっくりした切り方で、まあ、20分来たんでね。ほなまた。